今週気づいたこと、未来のテレビ、テレビがどんどん進化してこうなってく、ああなってくみたいなやつに、多分俺は対応できない。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。ちょっと真面目な話していいです。もしくは右の脇毛だけ全部えのきの人の話していい。でもその人は真面目なんだよ。親孝行だし、家が貧しかったんで、都立の定時制を、新聞配達を、だ新聞が内帯レジャーだから、みんなが今にそう、今頭の中に想像したほど真面目じゃないかもしれないけど、でちょっと置いといていい、その脇毛がえのきのいいやつだけど、いいやつだけど、明日もナイターレジャーの長官の配達があるから、長官言うかとか寝てると思う、ちょっと死で、なんかさ NHK でテレビの未来みたいな番組やってて、で討論番組なんで、それでたまたまこうガチャガチャ、ね、ガチャガチャ、低層帯の鍵がどれだか分かんなくなっちゃって、自分につけたやつねがどれだか分かんなくなっちゃって、ガチャ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 、だって今時テレビはガチャガチャ言わないもんね。俺低層帯のでっかい南京錠どれだっけ鍵と思って、ああこれはこんなとこ、この鍵束の中にあったんだ、だけど今さら開けてもあいつ死んでんな的な鍵とかをガチャガチャやりながら、まあ、テレビ見てて、真面目な話はいつすんだよ、見てたら小佐金の、スタッフの鶴間さん、私の尊敬する、まあ、ラジオマンでありテレビマンでありの人が出てたりしたんで、ちょっと見てたらね、まあ要はそのテレビはもういらないみたいなことを言う若者は増えてるけど、今後テレビはどうなるのかみたいな話をしてて、ああそういう風に、そういう風になるのかみたいなのをずっとこう 見ながら思ったことなんだけど、なんかよく言われるのってテレビってさ、こう今みたいにそのテレビ局側が朝これやって昼これやって夜これやってみたいな順番で見る、テレビ局側のプログラムに合わせて見る時代じゃなくなりますよっていう、ラジオでいうポッドキャスティングじゃないけど、自分の都合のいい時間に撮っといたやつを見るとか、でもっと先に行くとそういうこう時系列でテレビはあるんじゃなくて、家帰ってそのサーバーみたいな画面に行くといろんなテレビ番組があって、じゃあこれ見ようかなっつって自分の都合で見始めるような時代になる的なこうことですわな。まあその番組でも言ってたし、それ以外の時でもそうだけど、俺そうなっちゃったらもう分かんない、何見ていいか。日曜の夕方だから『笑点』見るんでしょね、だって例えばさ、その見てもいいのが『笑点』、俺ほらもうそこを切り替えられないから、もう42になるから、その一覧表の中に『笑点』があるわけじゃん、あってね、で今夜中、家夜中の2時に着きましたっていう時に『笑点』を見ない理由は日曜の夕方じゃないからだもんね。あとテレビの方も多分作り方が多分分かんなくなっちゃうと思うよね。おはよう7時ですみたいな番組って7時に流れるからこれぐらいの感じでしょっていう、おい7時からそんなにたくさん内臓を映しちゃダメだろうみたいな理由で、内臓のこうに菜の花をあしらったやつでパッと見菜の花畑だけど、あれ下内臓じゃないぐらいのスピードでやめてるわけじゃん、みんなね、だって朝からさね、仕事に行くのに、あれでしょ、多分俺は、まあ、見てねえから分かんないけど、 NHK の連続小説とかでもマナカナのハードレズビアンのシーンとかあんまないんでしょ、だって朝だもんね、マナカナだからっていう理由もまああるんだろうけど、多分あれで、ね、朝だからマナカナだから、マナカナだから朝だから、朝だからレズビアンではないから、そういうシーンはダメだからマナカナなんだよ、そういういろんな理由が重なってできてるから、
スナーに言ってんだかが多分少ししか通じてないと思うけど、この少しだけにかけて今もう5分21秒もこの少しが少しの人につながる可能性だけをかけて、まあこっちとら喋ってますけど、だってさ平成たぬき合戦ポンポコね、あの平成たぬき合戦ポンポコがさ、レンタルビデオ屋とか行くとさ、レンタルビデオ屋によってはさ、なんかこう昔だったら1泊500円ぐらいだったやつが、なんかその新作じゃないしみたいな理由で 7泊8日で100円ですとか、もしくは20年借りて2円ですとか、そういうセールやって、お前のにしちゃえよじゃあそれね、お前んだよ大きくなった息子さんに家とともに返しに来られても困るよ。借りた後見ずに死んだんですぐ返しに来い、お前バカ野郎自称待ってるやつがいいんだよ、平成たぬき合戦ポンポコ、そのその他20年と1日になっちゃうと、もう延滞料が2秒6万円だから、もう莫大な額だよね本当だよ。いい、本線に軌道を修正して、それぐらいすごい今平成たぬき合戦ポンポコのビデオは安く貸してるわけですね。で永遠の名作だから、そんなにもうその急いで借りる人もいないし、100円にしてるけど、まあ大体見に行くと、何本かある中で平成たぬき合戦ポンポコそんなに借りられてないじゃん、そんなにね、だって今急いで借りる必要ないし、だけどテレビで平成たぬき合戦ポンポコやると下手すりゃ 20% とかいくじゃんね、これはやってたからですね、やってたからね、平成たぬき合戦ポンポコ、じゃあ今から何見るって言われたら、ハマナプトラ2なんだけど、え、ハマナプトラ2もそんなに見たくねえなあの見たい映画は分かんないけど、それぞれあるわけじゃないですか、だけどやってるからっていう理由だけで 20% ぐらい見るわけですよ、みんな今邪魔じゃねえしっていう、平成たぬき合戦ポンポコのなんかあのお父さん の金玉袋すごい引っ張って猫の爪カッターでチュッてやるシーンがあんだろ、見たことねえんだ俺一回もでベローンっつってお父さん裏返しになっちゃった、裏返しになっちゃったなんつって裏返し裏返しみたいな、これが今の庶民祭でございます的なやつがあるんだと思うんだけど、見てねえんだ昭和一回も、勘で喋ってんの勘でね、そういうことはなんか見てやっかって言えんのはやってっからみたいなとこがあると思うんです。それが別に自分の家の隣に下手すりゃ1階にあるツタヤの、もしくはその、世の中のレンタルビデオ屋さんでやってあっても、ただ当然で借りられても3本借りると3本目ただですよみたいになってるのにもかかわらず、その別段借りないようなやつテレビで やってりゃ見るでしょ、なんつうのあの幸せでも不幸せでもない感じ、あれに俺らすごい、俺らじゃない、ごめん、俺あれに俺すごい流されてるから、なんつったらいいのかな、多分それなりに今どういう人がどんな感じで見てくれてるのかっていうことをちょっとこんな方でも考えながら多分テレビ出てると思うんですね、ちょうどあのいい例のやつがこの間ありましたんで、あの NHK の BS2 に行って、フォト五七五っていうイレギュラーでやってたやつがまたちょっと始まるんで、それのこう収録っていうのがありまして、ほんでこう視聴者の方々からいただいた自分の撮った写真に川柳なりなんなりのこう五七五をね、そのマシンガン最後に見たのはマシンガンおおね書いてもらうっていうその番組が始まったんです。そこに投稿でお猿の昔で言うお猿の電車、いわゆるちっちゃな、遊園地にこうミニチュア気味な電車があって、その 客室っていうか椅子にいっぱい人が座るような電車みたいな、あそこに老人がいっぱい座ってるっていう絵を70歳ぐらいのおじいちゃんとかおばあちゃんが撮ってくれて、それなんかこう童心に帰った仲間たちみたいなのが書いてあるんですよ、その五七五で。で俺それをパッと見た時にもう死の匂いしかしないの、この電車の行く先に
でもでも一生懸命こうやっぱ凝視するね。でしたらその電車の線路の先のところが桜の並木なのね。もうささらに死の匂いがするでしょう。でも俺の出したコメントは、この桜見ると七分咲きっていうことは人生の満開はまだ先なんですね。何その赤なで笑う感じのやつ。ナイスコメントっていうかそういうことよ。これをお前らみんな俺を裏表とか言うけどさ、裏表が激しいとか言うけどさ、お母さんは僕の目を蛇みたいだって言うけどさ、お父さんは耳を塞いで目をつぶってるは済むから村長さんが来たことは内緒だぞって言うけどさね。でもお母さんが泣いているよ、泣いているんじゃないんだよって言うけどさ、ある程度ニーズあるだろ、見てる人観客が今日どういう気持ちで見ている、今何時ね、今何時、村長さんに時計を売ってしまったから生卵引くこと引き換えに売ってしまったからもう何時なのか分かりませぬ。じゃあ時計を返してくれる代わりにあの部屋に行こうか、うーどうしよう。だからもういやだから大体そうね大体ねでもうこれから今何時って言ったら私そうね大体ねで答えることにするんで時計もいりませんしあの部屋にも行きません。生意気な女のだ、この部屋に入れ、ドーン鍵をかけてやる、ちくしょう次の家に行くぞの鍵、さっきの鍵で真面目な話はどこ行ったんだよ。よっぽど最初から脇の下、片方の脇の下からえのきが入るやつの話した方がよっぽどブレがないよ、ブレが。ほんでそのあれ今何時、今何時の話じゃねえや、何の話まで行ったんだっけ。結構難しいとこまで俺の中で言う、そうそう、今何時でどういう人が見てる、どういう大体状況で見てるかっていうのを考えながら、そこは思ったことの第二希望を出したりとかするよね。でこれってパッと感じたのが、でも俺の中でうわこれはもしかしたら極楽浄土に行く感じなんじゃないのかなって思ったけど、これをストレートに極楽浄土というか、あのそれじゃない表現をするかっていうのは第二希望を出すかね、ね、じゃあ第3希望第4希望で急に NHK の BS2 の真っ昼間から村長さんが来たみたいなトーンになるかっていうのはまたさ、それこそが僕が一応これでお金をいただけるかいただけないかの差だったりするわけじゃないですか。っていうことは僕の中にはこれをどういう感じで見ていただいてるみたいなことはやっぱ多少入ってテレビ出てると思うんですよ。でテレビ局もそう考えて作ってるし、そこに何の基準もないとおそらくこれできない人じゃなくて新たな能力がいると思うんだよね。それを簡単に未来のテレビみたいなことをテレビ局側は言えないぐらいそのノウハウはないと思うんだよね。で俺ラジオもそうだと思うんだよ。ラジオなんかもっと何十倍も時計性が高いと思うのよ。なんかあのコーナーにがね、ドグマムシさんが始まってるからここはお茶ですとか、そういうやつってあるでしょ。あの打ち付けられた木の板を向こうから叩いてる女の人の、交換音を流す時間っていうことは4時だなみたいな。なんかその時計感覚って昼間のラジオとかあるじゃんか。あれが逆に言うとラジオの培ってきたノリなんだけど、それをこうちょっとそのポッドキャストいいんだけどね、いいんだけど悪くないし、戸惑いはあるが反対ではないって今俺はそういう位置にいるんだけど、俺ら作れんのかってことなんだよね。そういういつ聞いてもいい番組とか作れんのかっていうね。その今の段階だったらポッドキャストを、この間神保町でこうちょっとこの子すれ違う時に、なんだろう、ちょっとこう一般にいる可愛い人の中には結構な可愛さ入ってねみたいな感じのを急に止まって伊集院さんとやってた、こう iPod のイヤホンを僕の耳の中にねじ込むから、ああ吸い出すのだとガタの機械で、今流行りの映画メインブラックのようにそういうやつ
で今ビデオ屋じゃ借りらんないね、もうみんな借りちゃってるからね。ここだけの話で顔パカッと開くと小さいうちにいるよ。でその出ましたよ、今伊集院さんのポッドキャスト聞いてます、したびっくりしました、抱いてって言え言えっつった、そのエロさはすごい感じ取ったらしくて、うわー本当に見るとやっぱキモいなっていう、気持ち悪い、自転車乗ってこいつっていう感じにね、最後は口には出してないけど3秒後に死ぬ、まあそんな感じで別れたんですけど、でそれ今はさ、それをそうしてくれてる、そうしてまで聞いてくれてる人いわゆる自分で、例えばその明日早いから、そのなんかこうラジオを録音する機械みたいのまで買って、で iPod で聞いてて、で俺は今1時16分に喋ってるけど、なんかそのラッシュの電車の中の人もいるけど、その場合はこれは本来夜中の1時に放送されたものを俺が今この時間に聞いているっていうことにはなってるから、今現在ラッシュの中に伊集院さんいたらですよね、なんかこう、まあ、その後ちょっと放送できないような悲しい結末になってく、村長さんとのもう闇金牛島くんか伊集院さんのその村長さんの話かっていうぐらい悲しい話になってくことをさ、こう急に脱線して喋ってることも夜中だからしょうがないと思って聞いてるわけ、これ夜中の夜中だしあいつだしっていう感じあるわけじゃん。その時間軸の方全部取っ払って大丈夫にする、その今みたいに自分の中でこれは本来この時間にやってるけどこうっていうこともなくなってくるよ、その先すごいオンデマンドになってったりするとね。そうすると全時間帯対応だったりとかすることに対してまだ俺そのできないとは思わないんだけど、この番組の延長みたいなことでできるかってさ、あんま自信ないんだよね。多分それをラジオとして聞いたらちょっとぬるいんじゃないって言われるようになっちゃう気がする、ね、夜の番組深夜をなんか深夜を生で聞いてた時よりはちょっとぬるいよねっていう、でそれは多分どっかでどこで聞いてもいいようにって喋ってるからだろうし、まああとはあいつだからしょうがないをもっと煮詰めていくしかないんだろうね、あいつだもんなっていう、ね、あいつだからしょうがないって言われることを目指したこと一度もねえけど理想郷だな、あいつだからしょうがない、あーじゃあまあ今日もね一応ねあいつだからしょうがねえなと思って聞いていただきたいと思うんですけれども、右の脇からエノキが生えて左の脇からエリンギ生えてね、そのことに一切気づいていない、そんな歌、ラッドウィンプスでワンマンライブ。これは村長さんどうしたの、このうなじのあざはわからないけど、なんか近所のおばさんの話だとお母さんと同じところに同じあざがある、っていうことはわら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 、なんで村長さんは自害してしまったのかね、そういうことでですね、夜中の1時に番組の方を1時21分30秒に、まああいつだからしょうがないをかなりブレンドした形でですね番組の方をやらせていただいてますけどもね、えいやでも本当ね思うんです、いつもねそのポッドキャストだったりとかそのそれこそ課金コンテンツなんつう時代なんですなんならしいし、しょうがないしょうがないしょうがないか、まあそういう感じなんだけど、でもその時にじゃあもう正々堂々とそれやろうと思ったらなんだろうねっていう、なんなんだろうその課金コンテンツとカチンカチンチンコとすごい似てるからすごい似てるからこれもうちょっといじったらどうなんのみたいな、そういうところですよ。あとね番組お詫びがあるんですよ、すごく、あこんなトーンじゃいけなかった、先週お伝えした番組の中でお伝えしたことにいくつか誤りがありまして、で今週は今22分24秒で誤りじゃないことが一切ありませんので、もし脳内もしくはハードディスクからこれを完全消去していただくのがまあ一番いいと思うんですけれども、なんでしょう、そのそうでした、そうあのね僕が中学校時代のエロい話をしてたら、飲み会の席で若手芸人と飲み会の席でエロい話をしていたら、僕なりにその席に女性がいたのでかなり気を使った形でのエロい話をしていたのに、その僕が断崖絶壁ギリにいたのに、蛍源氏の桐畑徹くんがね、下着泥棒を釣竿でした話っていう話を始めて、
で、さらにそれに被せるように、お天気ののりくんが、授業中に主飲をして、隣に座っていた、友達から、おちんちんはしまわなきゃダメだっていう指摘を受けたっていう話をしたんですけども、これに関してクレームが本人からありまして、桐畑徹君は酔っ払っていてそんな話をしたのを覚えていないと。ね。で言って、じゃあ覚えてないならこれ本当かどうか教えてくれって言ったら、さすがにそれはないっつって。で、じゃあ例えば、度を超えたエロ話ってなんだよっつって聞いた話に関しては一切オンエアが無理。課金コンテンツでも無理な話をおっしゃってましたんで、桐畑さんは面白で言ったみたいです。それは酔ってるからそのタイミングの悪さとかで僕に事実として勘違いされたらしい。で、お天気ののりくんの方もなんか知り合いがいっぱい聞いてたらしくて、小4の時に自分がその、クラスで主任をね、してた学校の授業中に何気なくスナック感覚で主飲をしてたっていう話を、には間違いがあります。ね。っていうことで、猛抗議ですよ。中1だと。ああ、そうなんだと。僕、ただのアウトかと思ったら、コールドゲームなんだっていう。審判がマウンド上で大きく罰を出して、入場券の判決を持ってる方は、完全に払い戻しをしますので、今日の試合はなかったことだったっていうことが分かりまして、またのりくんご本人も、誰にも言わないでください。はあ、日々あんまやることないですよね。暇を持て余してる。まあ、暇を持て余してるから、なんだろう。よくテレビとかのさ、昔はテレビの内容が薄いとかすげえ腹立ったんだけどさ、それからあとこんな番組しかやってねえんだ、みたいなこともすごい腹立ったんだけどさ、なんかこう暇を持て余してるとさ、じゃあ、内容を煮詰めて、60分あるところを15分で終わられても困るぐらい。ね。今暇だから。まあ、あんなこと言ってんでしょうけど。まあ、どれぐらい暇かっていうと、なんかこう、ホームページ作るソフトみたいのを買って、あ、こんなこともできんだとか、こんな手軽にこんな感じの、ちょっと洒落た感じのホームページになっちゃうんだみたいなのやってるうちに、これも、あれも、とかって、あ、そのホームページにこういう風にブログを連動させたりとかもできんのね、とかって。あ、携帯でこういう風に更新したりとかできんだってやってるうちにかなり完成度が高くなってるけど、公開する気が一切ないわけですよ。でも機能はどんどん増えていくから、アップデートされていくから、コメント欄みたいのも充実しましたみたいな、このアイコンが、反映させられますとかなってくるから、じゃあ、コメントも入れてみようかなと思って、一応コメントも入れたりとかするじゃんか。で、そのコメントに対するコメントもツリーで入れられますみたいな機能がついてるっていうからやっていくじゃん。そうするとね、ちょっとした俺がいっぱいいる小宇宙みたいになってきて、ブエッてなる。で、ほら、最初本当に何文字ぐらい書くとどういうバランスになるのかなと思って、まあ一番最初は公開しよう確か思ってた気はするんだけど、写真に、自分の撮ってきた写真に、これどこで見っけました、こういうことしてましたっていうのと、この写真の、まあ、例えば、たこ焼き屋さんののれんに写ってるタコのコレクションとか、もう120ぐらいになったんですけど、その変わったやつとか見っけとこうです、みたいなのを書くじゃんか。それで、この間のよりこうなったやつがこうなりました、みたいなの書くじゃんか。で、さらに、あ、これは他の人から投稿を募ったりとかもできるんだと思うから、違うハンドル、一応ハンドルネームらしいものをつけて、僕もこういうの見つけましたみたいのを。おいで、さらに、伊集院さんの、住んでる家のそばにはいっぱいたこ焼き屋さんがあるんですね。自分も見つけてみます、みたいな、文字だけのコメントとかあるじゃん。ある日突然部屋がぐんにょりすんぞ。それを、こう途中が、待てよ。今やってるラジオももしかして、なんて思った日には、もう、ご飯の味が、どんなに味塩かけてもね。あなた大丈夫っていうぐらい味塩かけても味がしなくなっちゃうから、まあいいとこでやめますけど、ぐわんぐわん、
グワングワン してきますよね。でほら女の子のアイコンとかも作れるから、女の子のアイコンとかをこうやって貼ったりすると一応女の子っぽくなってくるじゃないですか。でそうすると、私はカメラ初心者なのでどういうカメラを持っていけばいいのか分かりませんって書いちゃうでしょ。女の子だからねえねえ。でそうすると、女の子に対しても俺フェミニストだから、カメラは別に携帯のカメラでいいんですよ。おーねえ、あの蒸気船で俺が日本を経って早15年ですよね、ボリビアで。その感じになっちゃうわけですよね。でもたまにはそんな迷惑迷惑コメントのブロック機能とかもついてるから、一旦迷惑なね、一旦迷惑な、そんな写真ばっかり集めて何になるってんですかみたいのをやってね、がぜんうわガクガクガクよかれと思って作ったホームページなのにと思ってるとか何やってんのまあそんなこんなで、まあ暇だってことですよね。で暇でね、でそうだゲームをやろうと。で前も言ったんですけど、バイオハザード3がもうとにかくシューティングゲームとして面白いっていう俺の中で結論になってね。で昔一人ぼっちでちょっとどうしてもできなかったんだけど、怖くてバイオシリーズがやってみたら意外にできるっていうことで、でなんかそのやってんですけど、あの渡辺くんがポソって言ったコメントはもう僕のコメントとしてもう次号のファミ通にちゃんと載りますよ。ただ怖いゲームっていうのがゲームの細分化で、スプラッター映画とね、ホラー映画のスプラッターの部分がすごい進化して、ホラーの部分は、それほどでもなくなってますっていうね、もう40円払いましたから、僕のやつですから何遍40円で何遍行ってもいいっていうね、あの使い放題のやつですから。ただ1000回言うと急に口を縫われちゃうっていう、そこが上限っていうあれもう1000回使ったんだっけっつって、そういう決まりですからやってるわけで、 PS3 で最初やってて、PS3 版とその Xbox 版でやって、まず PS3 版でやってて、でそれちょっと前も言ったんですけど、その2人組でやる、クリスっていう女の子のキャラと、あと自分が使うパックンマックンのパックンがすげえ浪人したみたいな顔した人がのその2人組になるんですけど、このクリスがコンピューターに任せるとすごいバカで、ババ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 カチャ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 、ああもう弾がないから私は何ももうできませんなんつって、もうつって10発やるよ、じゃあ10発、はい、ババ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 バ、ありません、お前。なんなの、それ。なんですぐ使っちゃうのね、みたいなやつなわけ。で、もう、最初のうちはいけるんだけど、もうとてもじゃねえけど、クリスが、その、コンピューターに任せてたら、もう弾不足なんですよ。もう弾不足もいいところなんですよ。なんだろうな、キャバクラ、いやもう、キャバクラからもう風俗。で、まで行って、ね、手だけっていうルールなのに、内緒で行くとこまで行っちゃって、店に内緒で万札持ってきたのに、紐亭主がフィギュア集めてるみたいな。うわー、コンプリートしてる。いつの間にかコンプリートしてるっていう感じのペアリングですよ。キャラクター男女逆ですけど、そういう感じになっちゃってますから、これ無理だな、つって。で、かといって俺、プレステ3の、フレンドみたいな人が誰もいないから、ネットに繋がってても、これネットでその女の子をやってもらうことはできるんだけど、繋がってる人はいないから、それダメだと思って、じゃあ、Xbox 版なら結構芸人で Xbox やってるやついるから、Xbox 版にしようと思って。で、Xbox やってたら、まあ、ある程度その、行き詰まるところまで行ってんだよ。そこまでまた行って、この先助けてもらいたいんだけど、フレンド登録してる奴らに全部メール出すんだけど、バイオハザード5持ってないって。ね。みんなヘロウォーズやってて。で、またね、みんないい大人だよ、もう30超えてるいい大人なんだけど、今月はヘロウォーズ買っちゃったからダメなんだと思う。今月の、もうそのゲームはヘロウォーズ買っちゃったから、再来月じゃないと、もう買えないんだっつうんだよ。5月になんないとっていうわけ。ね。でもさ、一人じゃできねえから、ね。誕生日が、みたいな、もうやってんから。スカッと言って進めねえしなと思って、しょうがないから、バイオハザードバイもう一個買って、これで、自分が Q 様の収録があるときに、同じテレ朝の建物の中で、ケンサクちゃんの収録があって、ケンサクちゃんの、前説を5番、6番
の樋口くんって、まあ、ゲームがめちゃめちゃ上手くて Xbox360 が大好きな男に楽屋をわざわざ前説の楽屋を訪ねてですよ。で、Q様の出演者が前説の5番6番の楽屋を訪ねてね、行ったらあの猿、最近ね、すごいめんどくさいのがね、おい、猿いねえのかよみたいなことで入ると、樋口くんと猿橋って言って、まあ、猿橋くんは猿で、からあんまゲームやんなくて、で、樋口がゲームやんない。行くとさ、猿しかいねえのかよとか、猿いねえのかよっていう感じで入ってくんだけど、同じタイタンにさ、猿回しの猿が入ったでしょ。ほいで、これが前説に、あの、5番、6番と、猿、女の子と、その、女の子、割と若い女の子が連れてるお猿さんとが、あの、一本ごとに出たりするから、猿いねえのかと、本当の猿はいたりするわけ、その楽屋に。ややこしいんだよ、すごい。んで、樋口はいない。樋口どっか行っちゃったんですけど、ケッケケッケッケって言うから、おう、そうか、つって、表出て、樋口を探してですよ、わざわざ。まあでもあいつはね、その、ゲームに関してはね、そのヘイローっていうそのシューティングゲームで世界レベルって言われてる男ですから、まあしょうがねえやっつんで探して見っけて、ちょっとバイオハザード5なんだけどさっつって、あのこれやるからさ、やって助けてくれよっつって話したらさ、わかりましたなんて言うわけで、家帰ってさ、こうじゃあバイオハザード5始めるかって、もう樋口入って、もう早速それが同じような終了時間で同じような感じで家帰って、もう早速そのあの Xbox スイッチ入れて見たら、そのフレンドっていうところに、本当に友達なわけじゃねえけどね、友とはなんだっていうことを突き詰めて考えたら、ちっともだし、お前俺のホームページにコメントくんねえし、なぜならば公開されてないから、ホームページにコメント、ブログにコメントくれる人が友達と仮定するならば、俺しかいねえし、ただ俺が7種類ぐらいいるけど、その樋口が、入ってる。で、今すぐお前その俺のその相方のクリスやれって言うんだけど、俺は俺なりにもうかなり先まで行って行き詰まってるけど、樋口はバイオハザード自体を初めて、5まで来てるバイオハザードほとんどやったことがないっていう状況だから、まだ何が何だか分かりませんけどって言うんだけど、うるせえからいいから、早く俺のそのクリスに乗り移れ。で、設定がなんか始めるときに、協力プレイを選んで、さらにそれはインターネットを通じての協力プレイですかみたいなのを、インターネットを通じての協力プレイですと。で、そこに誰でもよしにするか、そのこっち側から招待状を出した人にするかみたいなのあるから、それを樋口っていう風にしてスタートさせると。で、樋口が戸惑ってたりするんだよ、いいからいいからって始めると、やっぱすごいのは、最初のうちは当然俺の方がうまいんだよ、だってずっとやってんだから。だって今日無理やり渡された、自分がやろうと思ってもないゲームだから。でもやっぱりゲーム感ってあるからさ、どんどんそのあのクリスが、まあ、樋口が、クリス、樋口が、どんどん成長していく感じとか、最初は、なんかこう、心もとない感じなわけ。で、だからもうちょっと右曲がるべきとこ左曲がるから、それ後ろから、そのちょっとしたマシンガンで撃ったりとか、マシンガンでパンって撃たなきゃいけないのに、グレネード持って立ち向かおうと思って、お前右から行けよっていうところを左曲がっちゃうじゃんか。だから一旦マシンガンに持ち替えてタンって撃つじゃんか。で、そう、痛いってなるじゃんか、向こうも。あ、逆だって曲がるじゃんか。で、その先右曲がるところに、また左曲がるんだよ。俺の言ってるとこじゃないとこ曲がると、持ち替えるの忘れちゃうから、グレネードで撃っちゃったりするわけよ。そうすると、あいつの背中、ボーッつって、すっ飛んでって、死んじゃったりとかするのを何度も繰り返すんだけどさ。しばらく、分かってないから、まだその武器によって使える弾が違ったりとか分かってないから、お前はグレネード持ってないんだから、グレネードの弾を押したって拾っちゃダメなんだよとかね、あの逆にじゃあ俺がもう全部拾ってお前に渡せばいいんだろって、こっちから渡すってできる、渡せばいいんだろとかやりながら、それをね、でいて、あの先に行くと、俺は何度かチャレンジして失敗したとこだから、その先に行くとやられちゃうの知ってるから、その先危ないぞっていう意味でマシンガンでタンって撃とうとしたら、またグレネードの弾使っちゃったってなっちゃう。そんなんやってんだけど、ゲーム感ってやっぱすごいから、どんどん上手くなっていくわけ。すんごいなんか追い抜かれていく感じが分かるわけ。なんつうの、うまく言えないけど、俺はその機能はあったけどあんま使ってなかった、今時のゲームって壁の横のところに身を隠してたまに出て相手を撃つみたいなやつとか、あとやっぱりあの手のゲームも昔があって、当たり判定とかがすごいシビアになってるから、そのおでこの中央の千馬さんを完全の場所を撃ち抜くと一発で死ぬヘッドショットみたいなのがあって、樋口は見るからにそれをやってくるんだろうけど、どんどん
あの、ライフル持ってパンパンパンってやっていくようになるわけ。でいて、俺の方は、そこまでじゃないから、どんどん抜かれていくんだけど、どんどんこう、クリアはしていくんだよね。で、そうなってくると、もう、いつしか、4時間、5時間ぐらいゲーム連続でやってるうちに、もう、樋口の方が完全に上手くなってくるから。だけど、樋口の一番良くないところは、接待プレイが目に余るっていうか、わざとちょっと、あ、今完全に、だってあいつさ、変な地雷みたいの置いて、それをわざとバーンって自分で踏んで一回で、伊集院さん助けてくださいみたいなことやるんだけど、わかるよ、それお前本気で。絶対今を、伊集院さん、右に曲がったらマシンガンの弾があるかもしれませんよ、みたいのあの、マイクで言ってくるわけ。僕にはわからないんですけど、右のは、あそこはあるかな、なんつって行くんだけど、行ったら樽が壊してあるから、お前が一回行ってるに決まってんだよ。樽なんか出てきて、本当かな、なんて行って、本当にあるたびに悲しくなるわけ、すごい。まあ、あともう、頭くるからさ、もうその突っ込みとかもさ、あいつもピンチにしてやろうと思ってさ、奴の体力が敵にやられてかなりやばい時に撃ってやろうと思ってさ、あの後ろから狙ってたらさ、あいつ後ろに目があるみたいにスッって体かわしたりするわけ。はにやろう、もう。全く俺より上になってやると思って。これ以上やったら俺の劣等感しか、何も劣等感がやべえってことになって。で、もうすぐに、あの、井口俺もう寝るわ、なんつって。で、またさ、入るとさ、あの、俺が入ったって、入って、その、そっとこう、ま、いいよ、もう、樋口に、そんな、上から、そんな、ね、その、接待プレイやられるぐらいだったら、俺もう一人で、あの、やるから、つって、やってるわけ。やってると、必ず、こう、メールが来て、ね、やってるでしょ、と。向こうに渡るから。伊集院さん、実は僕も困ってるんで、よかったら一緒にやってくれませんか。絶対困ってねえよ、お前なんかと思うんだけど。俺が、入るたびにあいつ分かっちゃうから、来んだよ、あいつが。で、もういいよ、つって、その、もううるせえなと思って、Xbox のスイッチ切って、もうこれはどんなに孤独でも PS3 のが絶対いいと、あいつ持ってねえから、少なくとも樋口が来ねえからっていう理由で。樋口ラスボスより強いもん、どうやったって。あいつの手のひらの中で俺やらされてるだけだから、これ樋口とやるより絶対 PS3 でやった方がいいやと思って、で、PS3 で、でもそれでも一人じゃできないからどうしようと思って、見ず知らずの人が入れるっていう設定にして、PS3 で始めるとさ、こう、誰々さん、そのハンドルネームがで誰々さんがやろうっつってますっつってやるわけ。で、そうするとさ、あの、ものの見事にやっぱ足手まといなんだけど、樋口と違って、その、伊集院さんすごいっすね、あの敵が倒せるなんて僕は、考えらんないって言いながら、もうね、感じとしてはね、俺と樋口が、要するにクリスと、あいつなんつったっけ、あの男のキャラが、パックンが、その、向き合いながら、その、揉み手でクリスの方が、伊集院さん今の、すごいよく打ちましたね、あんな奴にやられたら僕ひとたまりもないですよっつってる横で新しい敵がこう動き始めたら片手でパンつってこめかみ振ってそいつ死んでくってそれからですねみたいなそういう感じのプレイに比べたら知らない人のがよっぽどいいよっつって知らない人はそのトークないし俺この PS4 のマイクを持ってないからトークができないから黙ってやってんだけどまあそれでも知らない人でもさその人を今もはや一旦クリアしてから人を助けるなんて余裕がある人はさうまいよその樋口とためぐらいにうまいよで相当うまいからさあの助けてくれるわけなんだけどさでもそうすると俺のオンボロぶりとかダメっぷりとかそのレーダー画面でやたら先にクリスが行っててその後に点々とマシンガンの弾が落っこっててああ俺のために残しといてくれたんだなっていうで見たこともないような敵が死んでる死体がいっぱいあるわけどういう風に動いたんだろうあいつと思うわけこの虫人間みたいなやつ動くとこ見たかったなと思いながら死体しかないなーなんて思いながらちょっと死体を倒した後にすぐになんかこう泡になって消えちゃうんだけどその泡になる寸前ぐらいしか見えるわけあれ変な敵ブク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 倒したんだ今と思いながら行くようになっちゃうわけでいて最終的に結局俺がグズなせいで二人で押さないと開かないドアとかが結構多いから俺がグズなせいでこう死んじゃったりとか俺が勝手に死んでゲームオーバーになっちゃっててで大体いつもやるのがそれでコンティニューするときにもうこれ以上は無理だと思ってノーにしてあとそのメールでその人に初めてお付き合いいただいて大変楽しくできたんですけども私がどんくさいばっかりにとんだご迷惑でっていういつか僕が上手くなったらもう一度ご一緒させていただけないでしょうかっていう丁寧な詫び状を書くっていう今あの俺のプレステ3においてのバイオ5っていうのは死んで丁寧な詫び状を書くっていうそういうゲームになってんだよなYeah.
かる深夜のバカ力。ウソルルブ。さあ、振ったっきりになっていた。振ったっきりになっていたウソルルブやってまいりました。旅行ガイド誌のルルブ、なんだっけ、遊ぶ泊まるむさぼるのルルブ、ね、ルルブの風に嘘を書いてもらってですね、その嘘を頼りに旅にでも出かけてみようかというコーナーなんですけども、ラジオネームウルトラマンキダ太郎、ね、遊ぶですよ。ハウステンボスに絶叫アトラクション登場、その名もチャンポンバンジー。長崎県のハウステンボスにある高さ105メートルのタワーからバンジージャンプが楽しめる新アトラクション。ゴムの代わりに使用するのは地元名産のチャンポン麺。博多ラーメンと違い極太麺なので切れる心配が一切ありません万が一ちゃんぽんが切れても地面に敷き詰められた焼きたてのカステラが衝撃を吸収してくれるのでご安心ご安心。アリがカステラにたからない冬季限定のアトラクションなので遊びに行かれる方はお早めに。これ無理やりのやつをね、いっぱいね。最近さ、朝市行きてえと思ってさ、どっから朝市ってのが響きよくない、なんかね、ちょっと朝市行きてえなと思っていろいろ探してみるとさ、結構がっかりするのがさ、普通の商店街が早くから開いてるだけの感じ。こう俺のイメージだとばあさんとかが作った干物とかそういうののイメージなんだけど、そういうのもあんだけど、なんかサンダルの特売みたいのもちょっと入ってる。朝一でサンダル買う感じってわかんないよね。すんごいこう朝のですよね、潮の香りがする中で都会のこうちょっと喧騒から離れてこう田舎のコミュニティみたいな感じで行って、ちょっとこの地のものを買って、例えばその場でいただいてもし、お土産にもいいかなと思ったら、おーサンダル安いわ安いが、安いわ安いがだよな。しかもアディダスアディダスあんま買わないよな無理やりこのちゃんぽんバンジーぐらいの無理やりさはあってほしいよね。ちゃんと名産のものだけで、その何サンダルだけどウツボの皮ですみたいなことがあってくれればいいんだけどねえ。ラジオネーム猫の島。見る秋田の伝統を間近でウォッチング、生ハゲ養殖所秋田県といえば生ハゲ祭りが有名ですが、近年自然環境の破壊により生ハゲの減少が大問題になっています。そんな中養殖が難しいとされてきた生ハゲの人工孵化に成功した男鹿市立義理担保農業高校の巨大養殖所は今や秋田の新たな観光スポット。卵から帰って大人になるまでの生ハゲを観察して自然の大切さを学びましょう俺ちょっと思ったんだけど、秋田県もこれぐらいの悪ふざけ欲しいよね。これ見に行くって観光名所で、そのなんかねこうね、東京から来るやつの方が偉い感覚みたいの全然なしで、秋田のみんなで知恵絞り合ってこんぐらいの嘘信じんじゃね都会のやつっていうまだすごい体中しっとりしてちょっととんがり始め、角が出るようなところがまだちょっととんがり始めたぐらいのやつのなんか人形とか置いて、なんかこう都会から来たやつがえマジでって思うようなで思うんだけど、生ハゲ資料館みたいなそれ作ってすごい冗談だって分かる要所要所のツッコミを入れといて、でもあの入り口のところで管理人のおじさんの頭に角が生えかかってる感じがあれっていうここまでは嘘だって分かったけどあれってみんな思うだから俺ちょっと思うんだよね、もうもはやそれだよと思うのが、北海道の人とかも東京のね、東京のやつだから北海道全然分かってるんだから、なんつうのかな、騙しちゃえばいいんだよねお互いお互いうわあれ本気にしてるやついたわと思いながら絶対はなんかウケると思うんだけどな。ほいでその何2プラトンにもに波状攻撃になっててさ、初心者が騙されるやつと
あんなの騙されるやついねえよって思ってるやつがまんまと騙されるやつとか、そういうのをいっぱいやったらウケるよな。生ハゲ養殖場ありますって言ったら行くよね。行って嘘なんだけど出来が良かったらすげえ面白いと思う。いいとこ行ったなって思うよね絶対ね。ラジオネーム、猫の島。見る砂丘に眠る謎の生物ジャイアントワーム。鳥取県のほぼ全域に広がる鳥取砂丘って、もうこれが嘘だから先入観だけで言ってるだろう。鳥取の県庁って砂でできてるって思ってるもんね俺もね、俺も砂の要所要所に梨が埋め込んであるだけだと思ってるもんね。これで県知事が水木しげるで、この広大な砂の海に住むのが全長40メートルの巨大ミミズジャイアントワーム。この巨大生物を見るツアーが今地元で大ブーム。20世紀梨の収穫の際やつに出くわして食べられてしまう事故が毎年数件起こるほど危険なジャイアントワームですが、アメリカ軍も利用している砂漠専用の装甲車に乗って遠距離から見るので安全です。鳥取駅徒歩10分、都会やね都会やねんか、結構鳥取駅の徒歩10分だったら。でもこれもウケるって、鳥取だからっつって、そのみんなまず鳥取の人たちが鳥取だからっつって東京の連中とか梨砂丘言ってんだろみたいな、じゃあこういうのどうっつってたまに砂からグモーって出して戻すぐらいのやつやんないとダメですよね。次いつあるか分かりませんが、僕もびっくりしました。ウソルルブありました。月曜伊集院光る深夜のバージョン、今あなたの肩を誰かが叩きました。まあ、あの家の中とさらにその中の妄想の中とかばっかりいてもしょうがないんで、あの外出たりもするんですけど、写真撮ったりとかしててしたら、公園でさ写真撮ってたりするとさ、あの子供とかがさ、あのテレビ出てるデブだみたいな感じで来るわけで、そういう時ちょっとめんどくさいね。あの今まで以上にめんどくさいのが、なんかそういう子たちの写真を撮ったりするとすごい怒られたりするわけ。通って通ってとか言うんだよガキとか、通ってって言うから、あの汚いガキだなと思いながら撮ってんだよこっちは。それなんか向こうがバーッと親はじ、それどうすんですかとか言われたりとかするから、なんかな、あもう取って取って姫ですよね。取って取って姫、まあ元がぶってぶって姫だっていうのが意外にわからないですけど、そういうことがまああったりするんで、まああのかといって子供を無駄に傷つけてもね、子供ってほら長く生きるからさ、長く俺を恨むでしょ。あと子供ってそれからの振り幅がでかいから、俺のせいでなんかとんでもない方に行くのも悪いなと思うから、まあ付き合ったりすんだよ。それ言ってきた子に付き合ったりするんだけど。で、そういう子に、最近すげえその流行ってるお笑い何とか聞くとね、あの子供ってさ、面白いな。そういう時すげえ笑うんだけど、お母さんがご飯を早く食べろと言いました。あると思います。あるだろ、それ。ね、なんでもねえもん。なんでもねえから、それは絶対あると思うんだけど。おそー、学校に行くとき、行ってきますと、言いまーすかなんか言うんだけど。そしたら、それがもうみんな自分のが言いたくしょうがないからさ。クルク人がまた自分なりのさ、もう節も適当なんだけど、詩吟っぽいやつ。幼稚園っていい？あると思います。まあ、知らねえよ。俺はあんまなかったけどね、と思いながら。やってたら一人のガキがさ、多分お笑いのキャッチのすげえ早いやつだと思うんだけど、俺が見た限りはそこにいたガキは入れ替わり立ち替わり、その詩吟部分ができるかどうか別として、あると思いますって言いたいらしいの、みんな。あると思います、あると思いますって言ってんだけど、その中に一人だけチャンジードーンってやついて、わ、こいつ早えと思ったら、みんなにすごい何それって言われて、そんなのないよって言われて、達也くんの考えたの言っちゃダメなんだからね、みたいな。そいつもう言い返せばいいのに、ごめんごめんって言って。
つい嘘ついちったっつって嘘じゃねえじゃん、お前のチャンジードンは嘘じゃねえけどと思うんだけど、なんかお前の行く先に幸多かれと思うね。新しいギャグを教えてほしかったら、俺が意もしない村長さんと村の若い娘の設定を急に言うっていうやつを教えてやるから、学校とかでも急に言えと思うんだけど、まあそれは多分相当お母さんに怒られるだろうから。夜ご飯の時に、今日ねテレビにたまに出てるでっかい人がね、なんか僕がチャンジードンの話してたらね、あの村長さん生卵を買うお金が欲しくて村長さんにお願いしたらくしゃくしゃの千円札が枕元に落ちてたみたいな話を的な。でもちょっと面白いね、子供に会った時そういうの振るのね。まあでも大変だなと思うのは、一応テレビ出ててあんな感じでしょ。まあなんかねすごいなって思っちゃうね。まあまあ今別段さ、その俺の中ではさ別にそのまあそらそうだろうなぐらいの感じで受け止めてるけど、あの感じ、子供の写真、子供にカメラぶら下げて写真撮ってって言われて撮ろうとした時のその写真はどういう権利に基づいてみたいな感じになっちゃうから、うわーと思いながら、どうもすいませんっていうね、お名前いいですか、僕死ぬ時遺書に書きますんでと思いながら、なんでまあまあ、コーナー顔コレクション10面記まあそう言われてる時の俺の顔ですよね。でまたね複雑なのはそうやって分かんだよ、その親御さんの気持ちも分かるんだけど、それどういうことなんですか、要するに最初に何ですかって言っちゃった手前、パッと見てこいつ一応テレビ出てんなの確認ができた時にその抜いた刀を下ろせなくなっちゃうから、どういったことにご使用ですかみたいな、この子供の肖像権がみたいのを言うことで、明らかに最終言った時にはその辺のあの汗だるま、着てるから服、落ちてたら布をまとった汗だるま、そんなに悪く言わなくてよくね俺のことねだったのが、そのなんつうのかね、落としどころがなくなっちゃってるから言うんだろうけど、ものすごい傷つけてるけど大丈夫俺のことって思うんだけど、まあそのおかげでね年収も7兆までいってるからさ、しょうがねえんだろうなと思いながらね、その時の俺の顔だよね。で子供ってさっきまであんな絶賛してたのに、そういうお母さんだから、やべえ火の粉こっちに来るみたいな空気になるから、ものすごい敵を見るような目で、すごいよあの変わり方。要はもう僕が取ってって言ったことを俺が言ったら俺が怒られるみたいな空気出してくるから、だからもう気持ち悪いよね。なんなら俺のチンコ触られたことにしようかぐらいの。おちんちんの写真撮らしてってお母さんこの人言ってたっていうぐらいの空気出してくるからね。本当だよな。それを見ている住職の顔ですよね。お寺の境内だったんですけど、それ。いきます。ペンネームソリバチ。母親からちょっと照れながら困った顔で、あんたさ、この本あの、お得意のインターネットで注文してもらえない?と言われ、母親が指さした本の表紙を見ると、実録奇跡の力で人が蘇る村みたいなタイトルだった時の俺の顔と、その本をアマゾンで注文してしまったおかげで自分のアマゾンのおすすめ商品リストに好きなゲームやアニメの関連商品に混じって本当の幸せをつかむための本とか、真実の瞳で宇宙のリズムを体感するなどなどが並び、ちょっとアレな感じになっているのを確認してしまった時の俺の顔。もう本当思うよね。なんかその番組でちょっと使おうかなと思って買った本とかを、そのアマゾンがもう鬼の首を取ったようにそれをずーっと言ってくるじゃんか。ね。俺数学にそんな興味ねえって思うんだけど、そういうのすっげえ延々と言ってきたりとか。あとね、この間ね、わ、俺この話したっけ?あの、お芋を包んで、調理器具で、なんか、すごいさ、
あの、なんつ、ウレタンじゃなくて、なんつ、なんつの、なんつの、あの、ゴムみたいなやつで、すげえ NASA が開発したゴムみたいなやつ、なんつ、シリコーン、シリコーン、よかった。この先まで行ったら、ほらほら、ダッチワイフがすごいしっとりした肌感になるやつまで言おうとしてるとこだから、シリコーンの、で、なんか、なんか包むやつで、中にその、普通の新じゃがを、15個ぐらい入れてシリコーンでそのやつ包んで電子レンジ入れるとすげえそので7分ぐらい入れるとほっかほかになるわけだからインターネットでその器具とそれね多分ねガイアの夜明けかトレンド卵で見たと思うんだけど見て速攻チェックして買ってでさらに北海道の農協とかの通販でジャガイモ買ってそれを入れてやるとすっげーうめえって言うんでそれを買ってすげー食っててでそれを何気なく最近あった出来事としてディレクタープロデューサーの池田にこういうのあったんだよっつったらなんか自分の発見したものみたいに自分の神さんに買って渡してすごい好評を得てるって聞いてちょっと腹立つわちょっと腹立つわなんか池田の神さんが俺に抱いてっていうものだろそれはと思うんだけど何それを機会にセックスライフを充実させてんだよと思いながらちょっと腹立ってるんですけどそれを買って以来ものすごい量全然池田の神さんのセックスライフの話関係ねえけど池田の家の話だから全然関係ねえけどそれを買って以来アマゾンにいろんなまあ調理器具池田のとこも来るでしょすっごい勢いで来るよねでよくわかんねえのがその本家のやつを買ってんのに類似品を勧めてくるでしょあいつねえなんかペラペラのやつ勧めてくるでしょちげえよそれはと思いながらアマゾンななんか本当は細かくやっていくとこれの影響はなくすみたいなのあんだよななんか買ったやつとか見たやつの中のこれの影響は省くは多分あんだけどまあめんどくせえが混沌としてるよその調理器具買ったりで最近さ一回チェックしただけですげえ進めてきたりとかするでしょ生ブルーレイディスクみたいな一回チェックしただけでなんか何度もそれを言ってきたりとかするしどういうことでそれをそのシリコンつながりなんだろうなみたいなものお前シリコンつながりでもそれはさもう入れられちゃうと俺変なもん買った感じになっちゃうでしょみたいな続いて、ラジオネームバスマニア顔を想像しなさいよ自分がずっと好きだったクラス委員の女子に放課後体育館裏に呼び出されたね、ここは男の俺から切り出そうと決意しお前の言いたいことは分かってるぜと切り出すでこのところでまあ大体顔として用意できてるのは周りから大勢がうわー言った聞いたみたいパターンじゃないですかでもだったら話は早いね早く返して高橋さんの財布と言われた時もそっちって俺ならそっちっていう顔するなせめてっていう顔するんですせめてピエロじゃねえんだっていうシーフなんだっていう役柄的にまあもしくは踊り子だったらあれ俺踊り子に転職するモテモテボーイから踊り子に転職するのかと思ったらシーフなんだっていう時のああそうなんだっていうペンネーム高校球児ジャワシャンアナルセックスの快感について考えるときいつも入れられる側の気持ちで考えていることに気づいたときの顔あいや絶対これどれぐらいの頃ですかねやっぱりねエロに対して隙が出すぎちゃう中高ぐらいの時はそのエロの最中はそれほどじゃなくて終わった後にいろんなことが交錯するんだけどおそらくそういう一心不乱な感じも抜け始めてる30代40代はエロの最中に変なことを襲ってくるからねその前も言ってくれたエロビデオの男優とかがてめえ気持ちよがってんじゃねえよって言われた時に気持ちいいのが俺だからすいませんっていう気持ちになっちゃったりとかするとえ俺が今なんかその感じを思った瞬間から本当にダメだっていう変な顔してんだろうなそういう時な続きまして、ペンネームラジオネームつけてください久しぶりにそういう人が出ましたね
じゃあ読み終わった頃の感想でつけます。僕は熟考します。こういうのをね、軽はずみにつけるのは失礼ですよ。ラジオネームっていうのは新たなあなたの名前ですから、ここにねいる時のむしろ本物の名前よりも大事な可能性ありますから、ね、片岡鶴太郎に決まりましたよ理由は一昨日あったからです、ペンネーム片岡鶴太郎さんから、パチスローを打ったら財布の中のお金を全て使い切ってしまい、最後の一枚のメダルでこれで大当たりしなかったら俺に彼女ができると心に強く思いながら打ったら大当たりの時の俺の顔あーいいね、これいいね、この時の感じね。この時に彼女事ぐらいだったら私事だけど、これで大当たりしなかったら、まあ、もしかしたらこの悪魔の約束だから、もし今日俺パチスロで勝ったらお袋死んでもいいって例えば言ったとするじゃん。そんなことを言いながら、そんな不謹慎なこと考えてから出ねえなと思った最後の最後に出た時に家のピンポンを押す時のあるわけねえけどって、そんなことあるわけねえけどピンポン押しづれえなっていうこととか、一人暮らしじゃんか、あのもしこれで俺勝ったらもう代わりに神様あくまでもいいって、もし俺が今日パチスロ大勝ちさせてくれたら実家のお風呂に何やってもいいみたいなことを言った時のメール出しちゃう感じ、そのお袋元気みたいなね、その時にお袋が大げさに喜んじゃってなんか取り返しがつかない感じになってる、いろんな顔、いろんな顔あんな。さあ、じゃあですね、ラジオネーム魔封じの杖、 CD を買ったらポイントカードに50ポイント貯まり、CD1 枚から1000円引きの権利を得たが、ちょうど今日そのカードは有効期限に達しており、明日になると問答無用で新しいカードになりポイントがリセットされると店員に注意され、駆け込みでポイントを消費するため勢いで心底欲しいわけでもないアーティストの CD アルバムを購入、それを聞きながら特に盛り上がりもせず、もともと好きだったアーティストのシングル CD を買うか、いっそポイントを破棄した方が良かったんじゃねえとぼんやり気づいた時の顔あのなんかそういう時のさ、紆余曲折してさ、なんだろうね、その貧乏根性みたいなものがそうさせんだと思うんだけどさ、なんか今石丸で今これを買った人はこの上の一覧表の中からなんかもらえますよって言われて、取り立て欲しいものがないんだけど、本当に取り立て欲しいものがないのに、じゃあとりあえずこれかなみたいな、なんか携帯の画面の油を拭けるようになっている、そして表面に俺の知らないそのバンドのそのボーカリストの顔の書いてある携帯ストラップみたいなものがあって、でも他のポスターとかに比べるとこれが一番実用的だしなと思ってもらって、帰り道にもらったから一応つけてみたんだけど、何度か見てこれおかしいよなって俺こいつ知らねえわけだしって思うから知らないのになんで持ってんだろうみたいな、あの感じだよね。しばらくこう一回電話して汗をこう拭いて、油を拭いて、お、便利じゃんって思った後に、二度見して、あ、やっぱおかしいな、これついてんのっていう。それはありますよね。ペンネーム、青。生まれて初めてできた彼女に、うちに来ないと誘われた。彼女はワンルームマンションに一人暮らしをしている。もしかして、もしかしたらと思いながら、めちゃめちゃ頭の中を真っピンクにして期待が膨らんでいた。ドキドキしながら彼女の部屋に入ると、部屋の片隅に大きなお仏壇が置いてあり、彼女がお仏壇に向かって、お父さんお母さん私にも彼氏ができました。紹介しますと、家に向かって語りかけている姿を見た時の俺の顔。まだ大丈夫かな俺。まだ大丈夫だ。俺まだ大丈夫だ。なんか選んだ時すげえ怖かったんだけど。まだ大丈夫だな。手製のオリジナリティ溢れる仏壇の時怖くね。オリジナリティの溢れる仏壇に、
すげえこう、なんだろう、そいつなりに、その、アレンジを施したフィギュアが2体並んでて、それを、ビッグマザーと、ね、ビッグマザーと、ゲンタロウって呼んでる時の、で、彼氏を紹介されるよりは、全然大丈夫だよね。そういう意味じゃね。なんだ、意外に収まったわ、顔。ね、うん、だから、あ、俺、下手したら、下手したらなんかわかんないけど、大事にされてる感みたいなのも出ないことはないもんな。ただビッグマザー様と源太郎は、なんであいつ源太郎なんだろうとも思っちゃうし。続きまして。ペンネーム、竹内チンコ書記長。10年ぶりにシャバに出てきた、元受刑者が、かつては不思議ちゃんを演じていたものの、今や立派な演技派女優になっている釈由美子を見た時の顔。ああ、お綺麗になってるからね、ものすごい多分10年だとね、相当な勢いでお綺麗になってるから、すぐに釈さんだって分かんない可能性があるんじゃないかな。大人になる過程を全てすっ飛ばして今日見てるっていうことでしょ。うん、そうだね。なかなか釈さんだなって分かんないかもしれないけど、びっくりするかな。だってワンギャルの頃、ワンギャルみたいな番組でしたもんね、あのね。の頃から一気にでしょ。そりゃもう大人っぽくなられましたもの。そうですね。ペンネーム、ベッタンコブ王子。筋トレ用に鉄アレイを購入しようと、これいいな。筋トレ用に鉄アレイを購入しようといろんな重さを持って確かめたところ、まあ今の俺にはこの程度だろうと1キロの鉄アレイを買っちまう決意をする。その展示品の鉄アレイをどけて、その下にあった箱を持ち上げようとしたら、実はその箱は空箱でピョンってなんかなった時の顔。なんだろうね、ピョンってなった時の顔で、あーこれ中入るんだっていう、展示品のやつが中入るやつ、横に青1キロって書いてあるやつでしょ、で青1キロをうっとピョンってむっていこうと思ったらスッと上がった時のあれ感ってあるよね。あと全然これと最終的な顔関係ないんだけど、そういう鉄アレルとかのなんか下に在庫がすごい箱があって、で店員さんにどれって言われて、じゃあ青でって言って、したら青って書いたら箱を開けたら中が赤が入ってて、赤っていう箱を開けたら赤が入ってて、緑って入って書いてある箱を開けたら緑が入ってた時に、店員さんがものすごい困っちゃってて、青って言ったからに青じゃなきゃ買ってもらえないんじゃねえかみたいなうろたえ方をしてる時に、俺何色でもいいんだけどっていう時のあの感じもありますけどね。申し訳ございません、青がよく売れてましてみたいなこと言われちゃうと、よく売れてんならちょっと青欲しいなみたいな。今お前に言ったよく売れてるがちょっと気になっちゃって、なんか今お前のよく売れてるを尊重しちゃうと、もともと別に青じゃなくてもよかったけど、なんか今この一番残ってる赤買っちゃってる俺はダサい感じになっちゃうから、そう言われちゃうと青ありませんかってもう一回念押しちゃうんだよね。あ、じゃあちょっとっつって言ったっきりこいつが帰ってこなくて、もう何度も見てるうちに何にも欲しくなくなってくるね。もう赤も欲しくねえしね、もともとなんか俺いいし鉄アレとかね。そんなとこですかね。いい顔を見つけたら文章にして送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から、10面木の係まで。これじゃあ曲、安室奈美恵、ドクター。やめてやめて、やめて、やめて、お前やめて、お前やめて、やめてやめて、お前やめて、お前やめて、やめて、お前やめて、お前やめて、ジャンク。早熟おじいちゃん。おじいちゃんになりたい、おなじみの早熟おじいちゃんコーナーですけどね。結構だからこれに来るメールで気づかされることが多いね。あ、そうかっていう、俺全然今でも通用する常識だと思ってたみたいなこと結構多いね。言われてみればなくなってあんなの久しいな的な。
ラジオネーム、36歳ハウルのすごく後ろおじいちゃんのお話。二十数年前じゃったか、わしが中学生の頃は聞きたい曲があっても今みたいに、ネットもなく、まあネットで聞いちゃっていいのかどうか別として、ネットもなくかといってレンタルショップを利用する金もなかったから、雑誌 FM ステーション、今もうないんだ、まあないか、FM ステーション、かっこ今で言うとザ・テレビジョンの FM ラジオ版で、各番組のオンエア曲をあらかじめ調べておいて、カセットテープにエアチェックしたもんじゃ。俺はこういう文化があったのは当然覚えてるけど、やったことはないのね。そこまでその音楽に造形も深くなかったし。でもピアとかも、東京版だと FM 東京と NHKFM かなんかの、要するにその、テレビガイド的なのが書いてあって、こと細かにそのこの曲がこの時間にかかりますっていうのがあるわけ。なんか今日は映画音楽特集だからスターウォーズの音楽がここにかかりますが、こと細かに書いてあって、これは、あ、俺それで一つ繋がったことあるわ。 FM のラジオよりも AM ラジオの方がもう今はもとより昔も聴取率って全然高いじゃん。今全然じゃないところもあるけどね。でも得てして FM の方がラジオ欄ってでかかったじゃん。今同じかでかいかじゃんか。これはその名残だね。どの曲がかかるかをある程度書かないといけないみたいな、書くのがそのこういうことだっていう、あったあった。カセットテープにも、下からノーマル、ハイポジ、クロームメタルというランクがあって、そうカセット自体がもう覚えてない人からしてみたら、そのランクも結構みんな知らないもんね。でメタルが対応してるデッキと対応してないデッキみたいのもあったね。でそのーノーマルの中でも、ノーマルだけどこれ TDK のです、マクセルのです、ソニーのですっていうのと、ノーマルのディスカウントショップのボンですよね。世界のボン、世界のボンですよ、 BON ですよ、世界のボンね。今の感じで言うと何の感じなんですかね。うかつなこと、現役企業だからうかつなこと言えないからなんだけどさ、よく DVDR とか買いに行くとさ、どこじゃこりゃっていうやつたまにあるよね。何語かわからないので書いてあるノーブランド系のやつありましたね。当時最高峰されていたソニーのメタルマスター、へえ、いくらぐらい違ったのかね。俺あんまりこれ、俺ボンで大丈夫払ったんだよね。だったからあんまりわかんないけど、憧れの存在、メタルマスターで、これね、そのプロデューサーの池田あたりはすごいワクワクしちゃうことらしいんだけど、FM ステーションには付録として渡瀬製造っぽいイラスト付きのカセットテープの用紙ジャケットって、そのカセットケースの中に入れる、まあ、紙だよね、がついてて、で当時市販のレタリングシート言われてみ、今思うことがすごい、言われてみると ABCA が10個、 B が10個みたいな、その Z まであってびっくりマークとかの活字の写し絵シール、転写シールが言われてみればレコーダーに置いてたね。レコーダーに置いてて、でそれをこうで、要するに活字で印刷できるっていうことは、今みたいにワープロがそんなに発達してないから、それをこう一枚一枚転写して、ボンジョビってローマ字でね。ねえねえ、ジョーは JYO だな、なんつって、ね、書いて並べる。でアルファベットを一文字ずつ剥がし、紙ジャケットの、セラベル部分にこう入れるわけです。ずっとこうそのぶっちぎりサードとかで入れるわけですよ。で毎回足りなくなる文字と全く使わない文字だから Q とか多分使わないんだろうね。だけど A とかはほら、高間ヶ原若葉って書こうとすると A がすごい使われるじゃんね。だけどなかなかそれがこう使われない文字は延々と余るしみたいなことで、いっぱい突っ込みどころあるね。あのさ、バカな DJ がさ、こう本来書けるべき曲を書けないケースっていくらでもあるわけじゃないですか。ね、この番組では5曲書かんのって何遍言っても、最近増えたよね、俺ってニコニコ前笑ってっけど、2、3曲だぜっていう時もあるわけじゃん。そうするとさ、で、上も、
変更になったりとかするとどうすんの。ここでスターウォーズがかかる予定だったのにもかかわらず女のミサオがかかっちゃったから自分のスターウォーズ特集のテープでエアチェックすごい待ってて、パーなんかパーパーパーラパパーパーのところ開けて待ってて、レタリングシートにもスターウォーズのメインテーマって書いてんのに、あなたのために守り通した女のミサオが決してオンジャマワが、その少年の池田少年のですよね。おいおい、祈祷をずっといじってるの何か ねっとりしたものでねっつってた頃の、なんか出てこねえっつって、あれ俺病気かなっつって、お前普通に大阪じゃねえかよ、なんで変な名前が出してんだよ言ってる頃の池田少年がメタルマスターのですよ、メタルマスターの特集にもう待ち構えてるのに言ってたやつかかんねえってこともあるの。それはあんまりみんな忠実にかけてんのかね。それと割と生じゃなかったんだろうね当時はね、生トークみたいなの割と少なかったもんね、上は音楽尽くしみたいなのが多かったから。うわなんかでもすごいな。そうなんだよね。でもねこれをね、なんかこういうのを見てるとすごい思うのが、たかだか20年15年ぐらい前まではなんかこう CD をバンバン売るとかっていうような、テレビで言えばテレビ番組を DVD にするみたいな金脈なんかなかったやん。なかったから自由も自由で何やっても、多分こういうことに関してもこれがその一枚一枚みんなが CD を買うのが絶対っていう時代が来るなんて思ってないから、いつの間に誰が縄張ったのみたいな。いやそれは元々の法律はあるんだろうし、その法律に逆らおうとは思わないけど、でましてやほら俺みたいな、まあ俺がほらちょっと陰でビーズっていう活動をやってるのはみんな知ってると思うけどね、あの子は太陽小町、嘘嘘でおなじみの金玉ついてるしね、その小町ってなんで言われたんだろうなっつって、小町って女の人です言葉じゃねえのな、どこでだろうねなんつってカバみたい顔してヒゲボーボーなのにねなんつって演じるあたりからおかしくなってたんじゃないのなんつって、あれは俺が肩甲骨のとこにボール紙で作った羽をいつも張ってるからでしょでなんかさ、そう考えるとさ、なんつうのかね、 FM でからエアチェックした音を持っててもいいし、その売るのはダメだけど、テレビからこうビデオ撮って友達に貸すぐらいは結構 OK だったんだけど、なんかこう全部誰かのものになったね。で俺も主張するから何とも言えないんだけど、俺も主張するし、難しいとこだね、すごいね。そうでもこんなだったね、カセットね。カセットだって別にこれが CD に変わっただけだけどさ、まあ一時あ結構不評だったプロテクトがかかったりとかいろんなことずっとあったもんね。へー、懐かしいな、カセットテープのノーマル、ハイポジ、クロームメタル、あったね。なんかこうソニーとかのオーディオを使ってる人はソニーのテープがいいとか言ってて、でなんかちょっと近所のお兄さんとかがそういうのに凝ってる人だったりすると、マクセルとか TDK みたいな、まあ、TDK はあれか、あのオーディオを出してないメーカーは本気でやってるからみたいな、なんかそういうのを言ったりとか、あとここで売ってるこのその、ディスカウントショップ、これは今でもあると思うんだけど、このディスカウントショップで売ってる無印のやつは実は作ってんのはここの子会社だから同じなんだから得なんだよなんつって買ったりとかしてたよ。だから多分今もそれ DVD とかでこのそのメーカーのやつも元を正せばこれだからみたいなことも言ってたりとかするんだと思うんですけどね。カセットテープにレタリングシート忘れてたな。今はほらその CD にラベルを作るそのソフトとかいっぱいあるけど、レタリングシートってあったね。ペンネームクリームザボン29歳、クリームザボンでいいのかなこの人、おじいちゃんのお話。おじいちゃんの子供の頃はね、
教師が生徒の顔面を思いっきりパンチして鼻血がドバーンみたいなことは日常茶飯事じゃったね。親からの抗議あったのかな、なかったのかな。でもね、そういうパンチを繰り出す先生ね、びっくりすることに熱血先生とか言って慕われたりもしてたね。あー、俺は大嫌いだったけどね、俺は大嫌いだったけど、でもそういう風潮とかあったよね。全然そういう風潮はあったな。最近も見たんだけどさ、もうさ、もうなんか呆れを通り越してちょっと笑っちゃったりするんだけどさ、俺らおじいちゃんだってちょっと分かったことがあるんだよ。おじいちゃんだって分かったこと、あのね、俺らがまだまだケツが青かった頃ね、インディゴブルーグフ塗る時に使う色だった頃ですよ、ね、まあなんでケツが青かったかっていうと、タミヤカラーの瓶の上に座ってたからなんだけどね、瓶を踏みつぶしてで、そのにさ、うちらの小さい頃、その時のおじいちゃんたちが、俺らの小さい頃はガキ大将みたいな存在がいて、でどうこしたいじめとかはなかったみたいなのに、最近の子はいじめをやるみたいなこと言うわけで、俺たちそれなりにそうなんだ、今は嫌な世の中になっちゃったの、なんで嫌な世の中にこんな風に中学生なんだろうと思ってたけど、今もさ、中学生とかがいじめを受けたりとかするとさ、俺と同い年ぐらいの人がさ、昔はここまでのいじめはなかったって言うじゃん、うん、それで思ったんだけどさ、昔からあるなさてはさては昔からあるな、あれ結構漫画道の、あの、藤子不二雄 A の子供の頃受けてるやつとかも、漫画になってるからいいようなもんの、結構来てんなっていう。で、漫画道は私も少年時代っていう方の漫画見ると、熱々のやつなんじゃん。疎開先でいじめられるみたいなやつ見ると、どう思うんだろうね、あれ大人になって。その、しれっと、まあ我々の子供の頃はここまで深刻ないじめはございませんでしたけど、もうの発言に対して、あれ多分ね、お前何見てたんだよっていう、俺にしてみたら俺と同い年ぐらいのおじいちゃんが言うから、まあお前には見えなかったんだろうなそれっていう感じすごいするんだけど、多分みんなそうやって言うようになってくんだろうね。行くと自分の時のやつはそんなでもない、そらそうだよお前生き残っただろ、まっすぐ生きて評論家様かなんかになってんもんなっていう、そういうのな、なんだろうかね、出た社会派社会派だよ俺、母さん俺社会派ですよ天ぷらを肛門に入れるタイプの主因っていかがですかね、食べ物を粗末にしながら肛門を油まみれにするというこの背徳感は、はい、中和成功完全に今社会派から最低の人間の今バランスをすごいつけましたんで、これで僕は、今日はプラスマイナス0点ですよかった0点だそんなとこにしとこうかなおじいちゃん、掃除おじいちゃん、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院から深夜のバカ力から掃除おじいちゃんのおかかりまでと、やらしてやらしてやらして、サッタみかんあげるからやらしてやらしてビーってなる笛のラムネあげるからやらしてやらしてやらして、うまい棒の袋についた粉あげるからビッグポイントカードあげるからあげるからやらして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 、もういい加減にして、デブとドブスがコンブリオ、本家オッターバコンブリオのディレクターさんにさっき、先週の、まあ、ネット局によって違うんだろうけど、先週この番組が終わったと TBS でオッターバコンブリオ流れてて、その時に頭の方にリクエスト曲で動物の謝肉祭の水族館、動物の謝肉祭より水族館って曲が流れてて、それを聞いた時にすげえ俺シザーハンズのオープニングのシーンをすごい思い出して、これシザーハンズで使われてたのかな、それともシザーハンズはこれに似たただテーマを作っただけなのかなって疑問を持って、そのことをさっき通りすがりにディレクターさんに会ったから、なんすかねって言ったら細かく調べてくれて、別曲だけど聴き比べてみたらすごくよく似てるので、もしかして深く調べてみたら何かの影響があるかもしれませんねって、そこまで素晴らしい番組です。
オッターバコンブリオ、ね、たまにね2週間に1回ぐらい、これわかんないんだけど間違えてここに2週間に1通ぐらい、あれこれ本家のコンブリオの方へのやつだなっていうのが入ってることがあるんですよ。なんかそのロッシーニなら何でもいいとそれをかけてほしいみたいな、どうやったら間違えるんだろうっていうか、多分両方聞いてて両方例えばそのウィンドウを出しながらネタ書いたりしてて間違っちゃったりすんのかな。でもネット投稿ってもかなりその感じは違うんだけどね、そういう時にはそっとオッターバの方に転送するようにはしておきますけど、僕ロッシーニの曲わからないんでごめんなさいね。さあその本家コンブリオの内容とは何の関係もないですね、ドブスやですね、デブが織りなす、ポンチ絵を、書いて、文章で書いていただいているコーナーです。ペンネーム沈黙の吉次郎、ドブス。私の泣け歌は工場の月かなというドブス。春頃の着メロで工場の月な春で、まあ取るけどね電話ね。いや工場の月の方がわかんねえけど、間こうだ彼氏が死んだ死なねえみたいなやつより俺多分泣けるよ。うん、そうね、泣ける、一番泣ける童謡何かね、結構ヤシの実とかも意外に今聞くとゆっくり聞くと泣けたりとかするし、そうね、でもかなり工場の月来てんな。なんか工場の月っていうことにシンクロして泣いてるドブスにも来るね。荒れ果てた城の上に満月が出てるって言ったでしょあれ。ねえ。ペンネーム甚六さんの宴、ドブス。ナックル姫の人生最高のナックルを片手一本で場外に運ぶドブス。雲龍のイメージだけどな俺、雲龍、ドカベンの雲龍、東海高校の女雲龍、もしくはコモドー、コモドーの方は号泣少女よりなんでわからないと思いますけど、ペンネーム同じ T シャツを着てみるドブス。ツタヤにて一番下の段にある DVD をしゃがんでずっと物色していたせいで足がしびれてしまい、思いっきり後ろにある陳列棚にダイブして裏側に並んでいる DVD を全部散乱させるドブス。ムムムムムムってなっちゃったんだろうな、ムムムムムムって。ラジオネームヤンバルクイナ、ドブス。私キャンキャンなら3冊重ねても破れるわよとドブス。そこじゃねえんじゃねえ。ラジオネームテクノは生きているデブ。充電中の PSP に足を引っ掛け、その勢いでプラズマテレビに顔面タックルをかますデブ。あーってなったの、あーって。ラジオネーム純情可憐な TZ、 ドブス。くしゃみをした弾みでおならが出てしまい、ヘッツレイと謝るドブス。ペンネーム青、デブ。ド派手に沼に落っこちて綺麗なミルククラウンを発生させるデブ。スローでしょ、スローででしょ、ドッポーンって感じだよね。その沼の粘土とかが高いからドッポーンっていう感じで肉眼でも見とれるミルククラウンが。
綺麗に落ちたい。俺明日沼に綺麗に落ちたい。ラジオネームウルトラマン気だったろう。ドブス。ゴスロリのスカートに食ってるデカ盛りロースカツの衣をボロ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 こぼすドブス。ゴスロんなよじゃあ。おデカ盛りロースカツを食いてんならゴスロんなきゃいいんじゃねえの。ラジオネーム夜行性の生き物ドブス。合唱コンクールの練習中指揮をしていたのだが、こんなんじゃ先生にトロフィーあげらんないよと泣きながら教室を飛び出し、当の先生に迷惑をかけるドブス。お別れなんだろうな先生とも。それじゃしょうがねえな。ラジオネーム筋肉お母さん。デブ。相撲をやめると両親に切り出すと、あんたから相撲を取ったら何が残るのと言われるデブ。ペンネームくるみっち。デブ。スタジオパークで笑顔を振りまくデブ。俺じゃねえか。にっくり笑ってったよお前。ラジオネームウルトラマンキーだったろう。ドブス。スタンガンを発動させたら表情筋がこわばって一瞬だけ森進一見たくなるドブス。あーでしょ。山がーでしょ。これ。あーでしょ。わー。わがままばかりの僕だけど、まだ言うのかお前。もう言わないだろって、もう言ってねっつって。今のは冬のリビエラの。なんで風なんだよ。歌だったら、あーいいつーのあじゃんな。冬のリビエラ。レタリングシートで、冬の一枚ずつ。リビエラってローマ字だから最後 A が足んなくてリビエルってなっちゃって、ラジオネームオーシャンデブ。便座って消耗品じゃんと言うデブ。ペンネームバカされて雪風呂ドブス。自然薯が折れずに掘れた時の記念写真を何度も見せてくるドブス。何それ、俺なんて言えばいいの。これこれ見て見て。4度目。2メートル近いやつ4度目。最初の驚き方がお気に入りなんだろうな俺の。そんなの普通無理じゃねえっていうやつがすごいお前気に入ったんだろうな。でも4度は無理だよ。懐くなよもう。まただろ、自然薯だろな、まただろ。カパッツで近づいてくるかんね、携帯をカパッツで近づいてくるから分かったから。なんであんな時あんなにいい驚き方しちゃったんだろうな俺。ラジオネームテクノは生きているデブ。一生お肉が食べられなくなるのと、お肉以外が一生食べられなくなるのだったらどっちがいいという友達のたわいない質問に散々悩んだ挙句、最終的にどっちもやだと。涙と鼻水で顔をぐちゃぐちゃにしながら答えるデブ。俺この役やりて、この役やりてよおい。次のルーキーズの映画のこの役やりてよ俺よ。篠田優君の後ろでどっちも選べない捨てる役やりて。イケメン目当てに見てるやつに虫ずが走るって言われて言われてよ。すげえな。
ラジオネーム栃木の木村ドブス。説明書を読んでいる時の顔が石倉三郎みたいな顔になっているドブス。ちょっとなんかこう口尖らしちゃうやつなのかな。おーっつって持ってんな、面白いな、デブとドブス。ラジオネームローユンドブス。日に日にパワーストーンの数が増えていくドブス。パワーストーンの重さで床が抜けちゃってほしいな。なんだろうパワーストーン。パワーストーンを掘る仕事の方がよっぽどすごい力つくような気がするんだけど、どうなんですかね。ラジオネームナイト24デブ。歌舞伎揚げをおかずに白飯を食うデブ。そしたら僕ですって書いてあるの。僕ですじゃないお前。サクサクムチムチ、サクサクムチムチ食べて意外に食いたくなるな。歌舞伎揚げをおかずにご飯、ちょっと聞くとなんかサクムチ、サクムチ感が。歌舞伎揚げのでおにぎりを包んだやつバラバラになるけど、ちょっと俺の中ではあんま悪くないけど、あーでもなちょっと硬すぎるのか。見た目は天むすっぽいけどな。ごめんごめん違うわ。なんだよおい。ということで、じゃあラスト1枚ぐらいドブスで、ドブスでいこうかな。これさっきでドブスいいなってなったんだよな。このドブスは俺すいいっていう。ラジオネーム頑張れ小さい林。願いが一つだけ叶う、ドブス。願いが一つだけ叶うとしたら何お願いすると聞かれ、綺麗になりたいって言いたいとこだけど、やっぱ世界の平和かなとドブス。おめえでけえよ、おめえでけえよ、いろんな意味で。デブとドブスがコンブリを、郵便番号107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力から、デブとドブスの係まで。おったばコンブリ用の方は TBS この後聞いてるとちゃんとリクエストの行く先を言ってますので、そっちに送ってください。あの少なくともね、こっちに入ってきて最後がドブスでもデブでも終わってないとうんってなっちゃうから俺、うんってね、お待ちしております。TBS ラジオなんか今日はあっという間だったなぁ。まあ一応生放送なんで最後の最後にちょっとだけ喋っときますけど、あの男はねうっかり帰ってきますよ。あの男はねあんな体型でうっかりマラソンやるんですよ。でいてうっかり心臓止まっちゃったりするんですよ。だけどねうっかりまた動き出してうっかり健康なんです。それでいておそらくみんながものすごい心配してたのに、掛布さんのモノマネでその時の状況とか喋るんです。ええ、非常にですねっておそらく言うんです。でいてみんなを呆れ返らせる、力を持ってますので、なんでしょうね、だから帰ってきまあそんなに遠くない時に。もう本当に人事みたいに、そんなことあったんすかって言いながら、もう喋ればもうモノマネ終わっていいっつってもうずっとモノマネしますんで、ね、もうちょっといい生放送なんで CM 入んないとダメなんだけどっつってもずっと言いますから、その時になんかこう嫌ってほどネタに、すればいいのかなとかそういうことを思ってますんで、なんかその暁にはもう席を切ったかごとくですね、この手のネタを送ってくれればいいなっていうふうにちょっと思ってますね。ただそのびっくりはしましたけどね、相当びっくりはしましたけど、そういう男だと僕は信じてますんで。さあ、すべてのお便りの宛先は郵便番号 107-8066TBS ラジオ、月曜ジャンク伊集院から深夜のバカ力から普通の、お便りのかかりまで、お待ちしております。さあ、この後はですねいろんなデブの姿を思い浮かべながら、オープニングテーマが聞ける、おたばコンビニを、ね、まあ、TBS 以外とかまたいろんなプログラムあると思いますけども、それじゃあまた来週。
花咲かせてやるぜとはいうもののご同役勢いが悪いんだよ落ち目かな落ち目だねああ前立腺肥大症